今回はこの間のまあ腰袋の中身の続きということで、パート1見てない人はそちらもお願いします。でまあ鉛筆ね、耳にいつも入れてるんだけど、よく落とすんで予備で入れてます。で墨壺、まあこれまあ線引く道具なんですけど、まあここにね墨汁と水混ぜて入れて、こう本当その名の通り墨、まあ、昔の墨壺はもっと違うんですけど、これでまあ距離長いとことかの線をまあ引くっていうことですね。ここにこう針ついてて、こう引っ張って弾いてやるやつです。これもまあみんな持ってるんですけど、腰に入れるかどうかはまあ別ですかね。自分は入れてます。でまああとマイナス、これも叩けるマイナスなんですけど、まあ俺リフォーム回収多いんで、まあ電気外したりね。あとはまあこうのみでつつきたくない時、どうでもいい時とか壊す時とかのみ、もう歯釘やったら終わっちゃうんで、まあこれでこう叩いて、こうのみのような使い方でこう崩したりするのにこれでやったり、まあキッチンパネルのね、まあ小口みたいなところとか、まあ窓台の柿みたいなところとかやったりする時もありますし、まあのみの切れないバージョンで何に使ってもいいような仕上げじゃないものをやるときにこれ使います。決してマイナスのねネジをこうどうこうするわけじゃないです。はい。で釘締め、これもね、これはまあみんな昔の大工さんも入れてるものだと思うんですけど、まあ、要は釘をここでこう頭ここで叩いて、まあ増し締めするのに使うんですけど、まあ、今釘そんなにいっぱい使わないんで、まあ、鉄砲で打っちゃうんで、こうこれで釘締めることってそうそうないんですけど、まあ、細かい釘抜くときにこれね、まあ、使えますね。こういうでっかいやつだとね、頭でっかい釘しか抜けないんで、まあそういうのとか、まあ言うほど使わないのかな、みんな入れてるけど。あとなんだろう、まあちょっと玄関土間とか手ではつるときにこれでパンパンやってモータルちょっとぶっ壊したりするぐらいかな。うん、そんな感じだと思う。でまあこれカッターの刃、今のまあ大工って木ばっかりじゃなくて、こうシート、防水シートだとか、こうシート系紙系切ること多々あるんで、こう買えば腰に入れとくと、こう足場上がってる時とかもすごい便利なんで腰に入れてます。でまあマジック、これはまあ鉛筆で見づらい時のマジック。でこれペンチ、まあ、ネジザウルスなんですけど、まあ、これはね、舐めたビスとか、まあ、抜いたり材料掴んだり、まあ、ちょこちょこ使うって感じで、まあ、回収だったら結構使えます。で入れてます。こんな感じです。そしてまあ大工あるあるなんですけど、まあ、このね腰袋、この中めっちゃ汚くなるんですよね。こう粉塵っていうか粉すごいんで、大工ってこういう腰袋の中のゴミすごいんで、こう全部出してね、定期的にこうエア、こういうダスター風で吹くんですけど、こんな感じちょっとまあ見づらいと。
ちゃゴミ出てきます。ここ汚いです。まあこれね、こう毎日ぶら下げるもんなんでね、まあ一番商売道具と言っていいかもしれないんで、まあなかなか大事なもんになってきますね。でまあこれ例外なく大工さんのね腰袋の中身はね、こう小汚いっていうことだけは多分全員共通だと思います。なっちゃうんですよね、すぐね、こうゴミ粉塵入って。まあある程度掃除こうしてる方だとは思うんですけど、ちなみにね、重量はね、これね、何キロぐらいなんだろう。今何も釘とかピースそんな入ってないけど、まあ、5キロぐらいあんのかな。5キロはないかな。3、4キロぐらいですかね。まあこういうの個人の自由なんでね。まあただ言えるのは、みんな腰に下げてないけどいっぱい持ってるってことですね。でまあこんな感じでね、中身ざっくり紹介してったんですけど、まあみんな人それぞれの好みなんでね、まあ大体みんなこんな感じだと思うんですけど、逆になんかこれ持ってた方が便利だよとかあれば、まああとやる仕事内容にも寄ってくるんですけど、まあ大工さん道具多いんで厳選して腰には巻いてますけど、その他ねもっといっぱい使うものいろいろあるんで、まあちょっとなかなかお金かかる仕事職種になるんですけど、まあ腰道具の中身どんなの入ってるかっていう動画でした。ご視聴ありがとうございました。